こんにちは、ゆいずみです。今日はですね、包茎した後のこの胸の感覚についてお話ししていけたらなと思います。私が包茎手術を受けたのは、もう10年以上前なんですね。10年以上前に包茎手術を受けまして、で、その時に入れたのがシリコンの 300cc のシリコンを入れたと思います。片側 300cc ということですから、両側で 600cc ですよね。そちらのそういったシリコンがこちらに、この胸に、私の胸に入っております。で、これ、このシリコンはですね、今のところ多分ですよ。多分破れていなくって、形がちゃんととどまっているので、このまんま多分、ずっと行くんじゃないかなと。今のところは入れ替える予定がありませんので、このまま行くんじゃないかなと思います。で、この胸の感覚なんですけど、よくですね、お客さんにその包茎手術の相談とかも受けたりすることがあるんですね。で、そういった時に、包茎手術した後の感覚ってどんな感じなんですかって、私も小さくて、それで入れようかなと思ってるんですけど、包茎した後の感覚ってどういう感じになるんですかっていうふうな、そういう質問を受けることがあります。で、この感覚についてなんですけど、私の場合は、包茎手術をした後、右の胸だけ感覚がなかったです。右の胸だけ全然感覚がなくて、触られても何にも感じないっていう感じがあったわけですね。で、左の方っていうのは1ヶ月ぐらいで感覚が徐々に戻りまして、で、そこからかなり敏感な、そういった感覚があったんですけど、右側に関しては一切何も感じないっていう。ある時ですね、私が夜の仕事をしていた時に、同じお店で働いていた方が、氷を私のこの胸に、当てていたことがあるんですね。で、私この胸が出てるようなドレスを着ていまして、で、それでここのこの上の部分、デコルテの部分っていうのが出ていましたので、そこにですね、この氷をこう当てられていたことがありまして、それで私何秒か気がつかなかったんですね。で、どうしたのそれみたいな感じで、すごく言われたんですけど、そのぐらい右の胸っていうのは感覚がなかったです。で、なかったですって過去形でお話ししてるのはどういうことかと言いますと、最近すごく感覚が戻ってきてるんですね。で、ここ1年か2年ぐらいで右の胸の感覚が戻ってきまして、で、この乳頭の部分っていうんですか、この先の部分の感覚もしっかりと戻ってきました。なので、どういうわけかわからないんですけど、感覚がなかった時期と、あと戻ってきた時期っていうのがあります。で、人によっては最初からすごい感覚が全部ある方と、あとは感覚がなくなってしまってそのままっていう方とか、で、私のように一時期的に感覚がなかったけども、いつか戻るっていうふうな、そういうパターンもあるんじゃないかなというふうに思いますので、その感覚につきましては人それぞれなんじゃないかなというふうに思います。で、包茎の手術の仕方にもいろんな種類がありまして、私の場合は大胸筋の下にこのシリコンを入れてます。で、そうしますと、このシリコンが入れてる部分っていうのが筋肉と肋骨の間なわけです。で、そうしますと、この肋骨がですね、このシリコンにちょっと押されまして、で、こうだんだん陥没してきてるようなそういう感覚があるんですけど、その、まあ影響ももしかしたらあるのかもしれないです。で、この筋肉っていうのはすごくこう分厚いものですよね、大胸筋っていうのは。なので、その下にあるから感覚がちょっとこう鈍ってしまった、この浮きができてるわけですよね。こういうふうにこの浮きができてるので、それで感覚が鈍いのかなと思うんですけど、私の場合は今の現時点ではこの左も右もしっかりと感覚が戻って、ちゃんと感じるようになっています。なので、ですね、やってみないとわからないということですね。どうなのと言われましても、やってみないとわかりませんよということで、今の私の現状はしっかりと感覚がありますよということを皆さんにお伝えできたらなと思います。これから包茎手術を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考にされてみてください。ご視聴ありがとうございます。